アレクサンドル・ケルナー。アレクサンダー・ケルナーは、ブラジルの古生物学者で、浴流研究の分野で、指導的な位置にいる。ケルナーは、リヒテンシュタイン公国のファドゥーツで生まれ、幼少時に両親と共に、ブラジルに移り、その後ブラジルに帰化した。リオデジャネイロのエスコーラ・コルコバードで、初等教育と中等教育を受ける。1981年に、リオデジャネイロ連邦大学で、 地質学の勉強を始める。学生の立場で彼はすぐに古脊椎動物、特にサンタナルイソーさんの抑留標本の研究に携わるようになり、80年代後半にはその分野に関した多くの論文を発表することになる。1991年にファージで地質学の理学修士号を取り、アメリカ自然史博物館のジョイントプログラムにて、1994年に エムフィルを1996年に PhD をニューヨークのコロンビア大学で取得した。1997年にはブラジル最大の大学であるファーチの一部となっているブラジル国立博物館の教授となった。彼はまたその研究施設において地質学、古生物学部門のキュレーターにもなっている。1998年から2001年にかけて彼は その部門の部門長を務め、2008年からは動物学の大学院課程を指導している。ケルナーはまた、ブラジル科学アカデミーの公式出版物である、アンドゥズ・ブ・ザ・ブラジリアン・アカデミー・オブ・サイエンシズの主任編集者でもある。彼の仕事の重要な部分として、化石爬虫類、特に抑竜の研究があり、1995年にピッツバーグでテレスラワークショップを組織したり、 1996年にアメリカ自然史博物館で開かれた最初の抑留シンポジウムを主催したりした。さらに彼は第31回国際地学会議や第2回ラテンアメリカ古籍追動物学会議のようなブラジルにおけるいくつかの科学会議の開催に関わっている。ケルナーは世界中のあらゆる場所への古生物学調査隊を組織参加しており目的地は マットグロッソ州、リオグランデドスル州、セアラ州などのブラジル国内、チリのアタカマ砂漠、イランのケルマーン、中国領寧省の有名な大石層、さらには南極のジェームズ・ロス島まで多岐にわたる。ケルナーは彼の名で500を超える著作を発表しており、160以上の使用研究に加え2冊の一般無記書物、テルス・ソロス、オス・シンヨリーズ・ドゥ・セウ・ドゥ・ブラジル。 翌流、ブラジルの空の支配者と NA テラドスチタンス、巨人の土地にても書いている。彼はまたアンタルクティカ、A サマオブ70ミリオニーアーズ、ダイナソーハンターズのような化石を扱ったドキュメンタリーにも関わっている。彼の科学的業績に対していくつかの栄誉が与えられており、1996年にはブラジル科学アカデミーのメンバーに選ばれている。 彼はまた、ニューヨーク古生物学会と地理古生物学会の名誉会員であり、アメリカ自然史博物館と中国科学院古石水動物個人類研究所の助手でもある。教育者として15人を超える大学院生を指導してきただけでなく、ケルナーは一般大衆への科学知識の普及にも精力的な活動を見せている。1999年に博覧会の店舗を ダイナスソロスを開催したが、この博覧会は、ブラジルの一般社会に対して、化石研究への注目を集めさせたものとして、ブラジル古生物学において一つのランドマークとなっていると考えられている。2006年にはブラジルで初めてとなる大型恐竜化石の組み立て骨格展示を行い、このことでブラジル議会から表彰されている。2004年からは、 ブラジル科学発展学会のプロジェクトであるオンラインサイトシェア4やオンラインにおいて毎月コラムを執筆している。化石の研究だけでなく、ケルナーは抑留について系統における分岐学的研究のように重要な理論的研究も行っている。この分野において彼は独自の系統モデル、独自のクレード用語と命名規則を持つ、 ブラジルにおける特筆すべき抑留研究学派の創始者である。競合するモデル、命名法は英国の有力な抑留研究者、デイビッド・アンウィンがもたらしている。彼の業績に対していくつかの栄誉、賞が与えられている。ザ・ワールド・アカデミー・オブ・サイエンシズから、トウィスプライズの地球科学賞、ブラジル政府による最も栄誉のある勲章の一つで、ある、 オーデムナショナルルーマリーとシエンティーフィコなどである。ケルナーの科学的業績には、血管や筋繊維などの軟組織がどんな恐竜化石よりもよく、保存されていたサンタナラプトルや、抑竜の体温調節においてその景観が、使用されたのではないかという新しい仮説を確立したタラソドロメウスなど、30種以上の記載論文がある。ケルナーによって、記載、 命名された新種の全リストを一家に示す。他の研究者との協調も含む。http://lattes.cnpq.br/0424535851535945。ありがとうございます。